皆さんこんにちは。今回は、豆乳イソフラボンシリーズのリアルな感想。おすすめのアイテムについてのトピをまとめました。気になるアイテムが見つかるといいな。それでは早速どうぞ。クレンジング洗顔。洗顔料だけ使ったことあるけど、しっとりしてよかったよ。泡洗顔。泡洗顔すごく良いなぁと思う。すっきりしっとりする。豆乳イソフラボンの泡洗顔使ってます。一回プッシュしただけでも泡たくさん出るし。 わざわざ泡立てネットなどで泡立てなくて済むし、皮脂とかもさっぱり落ちるので、気に入ってます。泡洗顔割と好き。匂いもないし刺激もないし、出口で詰まることもないし、ポンプの戻りも良い。コント無難のど真ん中。パケは嫌いだけど、値段からすると優秀な方かと思う。薬用泡洗顔。薬用泡洗顔が好き。泡切れの良さと突っ張らなさが良い,い。顔のザラザラがマシになる。 洗顔をこれにしてから、夫が朝晩きちんと洗うようになった。マイクロミスト化粧水。スプレータイプの美白化粧水使ってる。お風呂上がりにシュッシュってするだけだから楽ちん。キメが整った。スプレータイプめっちゃいい。お風呂上がりにシュッシュってするだけで肌白くなるし、キメが整う。これだけしか使ってないのに人生で今が一番肌綺麗かも。プチプラなのに、私的には効果ありで、とっても満足。洗顔後や入浴後に吹きつけて、 手入れするまでの乾燥防止に最適。リンクル UV 乳液。これ普段使いしてる。ブラスナーズリフコ。コスパいいしある程度肌綺麗に見せてくれる。最近私もこれ使い始めた。程よくトーンアップして出た月もない。手頃なお値段だし私の肌には合ってる。ノーファンデ派の私にはこれちょうどいい。これ、パウダーいらず。 これ一本で仕上げるのをおすすめしますって書いてあるんだけど、油小肌だからテカテカしてしまうから結局パウダー使っちゃってる。もともと肌綺麗な人ならこれだけでいけるのかな私もこれ塗った後パウダーはたいてます。さすがにこれだけだとベッタベタで空気中のゴミとかたくさん肌につきそうだなと思ったので、私もこれ使ってます。シみそばかすだらけの私の肌じゃ、とてもじゃないけどこれ一つで外出れない。がっかり、と思っていましたが、保湿力高くてツヤ肌っぽくなれます。 ややトーンアップして肌荒れとかしなかったし、がっつりじゃなくてすっぴんふ化粧として使うときに良いなと思いました。ちょっとそのあたりとかまでだったらこの下地とマシュマロフィニッシュパウダーで済ませてる。石鹸落ちだし、楽だよね。私にとっては中途半端な存在。これは若い子乾燥肌さん向けなのかな ?40 代乾燥肌より、スキンケア UV 下地、スキンケア下地好きです。何もつけてない時よりしっとりしてベタつきはなく、伸びも自分にはちょうどいいです。 化粧しない日用にスキンケア UV 下地を買ったらとても良かった。滑らかでスルスル伸びるので化粧時間も短縮できて、ファンデの下地にも使ってます。薬用美白スキンケア UV 下地。私は乾燥しないし一日持つよ。石鹸落ちだから、クレンジングミルク。ファンデも石鹸落ち。で十分だし肌が綺麗になって満足してる。ちょっとその当たりようにと思って買ったけど、いつの間にかこっちがメインになるくらい気に入ってる。美白タイプの方を使用してます。 超乾燥肌の場合は長時間だとやはり乾燥し、位置に時間の外出用って感じです。ただ毛穴がぼかされて美肌に見えますよ。リンクルアイクリーム。普段目元のケアをしてなくて乾燥対策や小じわ予防目的ぐらいならおすすめです。真剣にシワが気になってる方ならもう少し価格帯高めのアイクリームじゃないと効果ないかも。私は聞いたよ。オーラのリンクルショット2回使っても変化なくて諦めてたけど、ただ消えたっていうより、目立たなくなった感じ。 それでも嬉しい。アイクリーム使ってます。目元のシワが目立たなくなり、腰のあるまつげになった。あとアイメイク。アイライナーがスルスル描ける。出しやすくなった。アラフェフ。アイクリーム使ってるけどよくわからない。特に肌が荒れたりはしてないかな。気休め程度に使ってる。シワは変わらないけど、カレーでぼんやりした目元がはっきりしてきた。効果はどうなんだろうアイシャドウ塗った後に出るシワ感みたいなのは軽減された気がする。安いのでアイクリーム初心者にはいいのかもね。 20代の時からレチノール入りので目元塗った方が良いとネットで見たのと、ゴーラのリンクルショットは高すぎるので、こちらで本格なシワになるのを遅らせたいと夜に塗ってます。お高いものは使ったことがないので、比べようがないのですが、まあ満足してます。正直シワに効いてるかわからないけど、周りの人から待つ下濃くなったって言われる。まぶたの周り一周塗ってる。ジェルビ容液マスク。このパックが好き。プルンプルン。私もこのパック、リピートしてます。 今までで一番好きなパックに出会えたって感じです。私もこれは使ってます。剥がした後肌がめちゃくちゃ透明感というか白くなる。パックの後には、豆乳イソフラボンのクリーム、すごいプルプル、リンプルシートマスク。このパックも忙しい時は助かります。こっくりフルオ頼もしい存在。レチノール好きなので、このパック愛用してます。すごく好き。プルプルで乾きにくいし、肌がもちもちになるので常にストックしてます。 トロントコジェル。オールインワン使ってるよ。無香料で適度に潤うし。スキンケアが一度で済むしとりあえず不満はない。ただ容器が好きでないので詰め替え用パウチ買って。無印のポンプに詰め替えてる。混合肌で。合わないとすぐ吹き出物ができるんだけど豆乳イソフラボンのオールインワンは使える。効力とかはわからないけど、吹き出物が出ないから合ってるんだと思う。トロントコジェルエンリッチ高保湿タイプ使ってるけど良いよね。 ドラストで買えるオールインワンの中では一番良いと思ってる。乳液の代わりにオールインワン使ってみたけど、思ってた3倍良かったわ。ドラッグストアでなんとなく買ってみたらめっちゃ良くてびっくりです。お手頃だし、気軽に使えて良いですよね。オールインワン手軽なのに保湿されて良いですよね。でも高保湿タイプと普通タイプのパッケージもう少し変えてほしいなと思います。以前間違えて買ってしまったリンクルナイトクリーム。ナイトクリームは次の日の朝めちゃくちゃパン。 手張りが出る。翌朝も乾燥せずもちもちだし化粧リもいいです。買ってよかったです。ナイトクリームはすごくいい。シワとかたるみ気にしてる人はぜひ、容器が可愛かったらいいのにと思う。確かにパッケージはダサいしテンション上がらないけど、唯一無二って感じで独特でわかりやすいかも。でも、エイジングケアのをもっと区別してわかりやすくしてほしい。うちの夫はこのパッケージ好きなんだそう。イソフラボン可愛い。と言っています。 派手に良いわけじゃなくて堅実に良いんですよね。でもなんかそこが好きになってしまうというか、学生なので値段も手頃だし、頻繁にいろんな種類が出てワクワクします。肌がもちもちになります。乾燥もしないし、何よりコスパがいいですよね。ライン使いしてます。 どこのドラッグストアでも買えるし値段も手頃だからライン使いしてるよ。私の肌には合ってるのか調子いいよ。エステで買った1万の化粧水よりも自分はこっちの方が合っていました。やっぱり自分の肌に合わはないで。選ぶのが一番。私は肌がほてったようになって合わなかったな。合う人が羨ましい。あくまで私はだけど豆乳イソフラボンシリーズは肌トラブルを起こしたことがないのがいい。 けど乾燥肌には物足りないかも。私が出会った中で史上最高に茹でた孫肌だった二人。二人ともこれ使ってた。すごく意外だったのを覚えてる。ちなみにあらさ。皆さんいかがでしたかこのチャンネルでは、今後も面白情報、有益情報をまとめていきます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。皆さんの意見もぜひコメントしてね。紹介したアイテムは概要欄をご覧ください。それではまた。